ポニーリーグの日本一を決める第49回全日本選手権大会の決勝戦が7月26日江戸川区球場で開催されました。決勝戦まで勝ち進んだのはカメリベースボール学院と佐賀ビクトリーとポニー界を代表する強豪チーム同士の対決になりました。なんといってもすごいのはポニー日本代表とコルト日本代表がずらりといることです。合計11人の代表選手もおり、まさにポニーの日本一を決めるのにふさわしいカードとなりました。また試合前の両チームのノックを見ると鍛えられているのが分かります。試合前は9時前に、開催されました。まず前半は投手戦になります。カメリは左腕の井上投手が120キロ前半の速球と鋭く曲がる変化球で次々と三振を奪います。佐賀ビクトリーのエースの竹下投手も淡々と打者を打ち取っていきます。両投手が持ち味を発揮し、3回まで0対0の好勝負。4回裏、カムイベースボール学院は4番佐々木選手のタイムリーで1点を先制します。6回にも1点を追加し、2対0。後がない佐賀ビクトリーですが、7回表に1点を返し、1番田中選手の2点タイムリーで逆転に成功します。7回の裏、カメリは5番楓大選手が3塁打でチャンスを作り、6番井上選手が同点タイムリーを放ちます。試合は7回まで決着がつかず延長戦となります。その後両チームとも一進一退の攻防になります。9回の表、佐賀ビクトリーは2番川崎選手のライト前、そしてエラーで川崎選手はスタンディーで追加点の期待がかかりましたが、得点とはなりませんでした。9回裏、カメリは斉田選手がスクイズを決め同点に追いつきます。
その後1点ずつ取り合い、延長11回3時間41分の熱戦は決着がつく5対5の引き分けとなりました。結果として両チームの優勝が決まりました。しかしまだこれでは終わりません、中学公式5連盟の全国大会優勝チームが集って行われる AJEC カップに出場するチームを決めるための抽選会が行われました。紙を引いて丸が多かったチームが勝利が決まります。サガビクトリー丸番目に丸2枚目いきます。サガビクトリー残念。3目に丸。そしていよいよラスト1枚となりました。サガビクトリー残念。結果としてサガビクトリーが AJEC カップの出場が決定しました。その後表彰式が行われました。とても熱い決勝戦でした。まるで夏の甲子園のような盛り上がりでした。ぜひこの大会で出た多くの選手が高校野球の舞台で活躍することを期待しています。